こんばんは。スノーのツイキャス、ピアノキャス。また突然放送です。今日は告知なし。練習。いや、大変な、大変というか、私の中でちょっと難航している曲の練習風景をお届けします。練習風景キャスっていうのは、私の、ツイキャスの師匠である。ホフホフさんから、伝授された練習風景をツイキャスで放送すると、はかどるし、うまくなるし、見方もできるよみたいな 言ってくださったので、なんか励みになるよっていうので、師匠に ツイキャスの師匠に従って練習ツイキャスを勝手にやってみたいと思います。なので、出来上がった曲を聴きたい方はこれじゃないと思いますよ。やってる曲はですね、jazzy というフルートの伴奏というか、一緒にやるって感じの、割とメロディーも 弾いてるんですけど、それはですね、これから練習ですけど、弾いてみますね、ちょっとね。Thank you.
やったこともあるんですけども、かなり弾けてません。なんかね、細かい練習を一生懸命やればいいんですけど、なかなか最近ね、そういう真面目に一生懸命やるっていう、ことをおろそかにしていたので、ごちゃごちゃごちゃって雰囲気だけで弾いてますね。ね、若い頃はもう本当に一字一句ちゃんと頑張って間違わないようにとか頑張ってたんですけど、でもまあまあちょっとね、頑張ってみよう少しはちょっとあまりにもね、ごまかしながらやり続けてきたので、少しごまかしの効かない、こう一字一句ちゃんと譜面に書いてあるっていうものの、あのポピュラーとかね、なんちゃってジャズとかの現場が最近多かったので、これはジャズっぽい曲なんですけど、書いてあるのは全部譜面なんですよね。なんか音符で、あのソロっていうかアドリブみたいなところも全部音符で書いてるので、あの勉強になるというか、弾ければねちょっとソロジャズインプロブって書いて、インプロビゼーションパートを譜面で書いちゃってるところっていうのを見せてみたいと思います。こんなになってます。トゥルルル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 みたいなのが全部ね、あのこう見るとね、そんなにぐちゃぐちゃって感じしないんですけど、なんせテンポが速いので、でこういうボワーっとした練習キャストを見てくださってる方いるんでしょうかいたら面白いなと思いながらやってます、最近こうゲストさんが多くて、楽しいゲストさんが出てくれて、ワイワイ雑談しながら、フルートだったりボーカルだったりとか、あとピアニストさんとアホな廃墟談義とかやってたんでなんか最近一人でちゃんと、真面目に当初の目的通りこの練習キャストをやるっていうね、っていうのを久しぶりにやっております、来たり振り返す。
んですけど、これで一塊を4つ弾いてるので、この変わり目がね切れちゃうんですよね。タカ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 って弾きたいんですけどね、本当は。さっきのところから。
この連動が相当なんか全員だと思うんですけど、全員弱いと思うんですけど、ああ私も多分に漏れず弱いですね。聞いてくださってる方がちょっといらっしゃるようなのでちょっと雑談が増えてきてしまいました。楽しんだもんだってねえ、なんか励みになるし、こう皆さんに解説しながらやってるとみんなとなんかこう大変が共有できたような感じで気持ちが楽になるというか勝手に
習ですね。おかげさまで、なんかね、自分一人でやってる時より全然違うんですよね。皆さんに弾けないところをこう暴露することで、こう弾けないんだとか、こうやったらひょっとしたら、この後確実に弾けるようになるんだみたいなのが、なんか皆さんから応援の気をいただいてるような気がします。勝手にですけど聞いていただいて頑張れと思ってくださった方、本当にありがとうございます。こんな感じで、こんな感じじゃないのも多いんですけど、スノーのピアノキャス本当に楽しくやっておりますので、気が向いた時に、よく放送してますので遊びに来てください。またありがとうございました。